ち悪い。どうしよう。ある晴れた日、ひなちゃんとゆずちゃんは汗びっしょりになりながら公園で遊んでいました。でもひなちゃんだけ帽子をかぶっていなかったのです。たくさん遊んで疲れたゆずちゃんはお茶を飲みました。ひなちゃんはそのまま遊び続けましたが、なんだかクラクラしてきたのでベンチで休むことにしました。しかし次第に気持ちが悪くなり、ゆずちゃんの声がなんだか遠くに感じてきたひなちゃん。ゆずちゃんはその姿に驚き、助けを呼びに行きました。果たしてひなちゃんは無事だったのでしょうか。この物語を見たい方は YouTube で熱中症に気をつけようと検索してね。Awesome! Yagi-Bone!